京スカイツリー、高さ日本一の塔を望むここ江戸川区、藤色のユニフォームは県大会14得点の今白のユニフォーム作陽のキックオフで試合が始まりました。風向きが南南西の風 11.4 メートル、まあ、その辺の風をうまく利用してですね、ゴールキーパーは1番の宇佐美です。無失点で勝ち上がってきました。いや見事ですね、本当に、まあ、メンバーをご紹介しましょう。ゴールキーパーは1番の太田、作陽高校はテレビ岩手の渡辺雄介アナウンサーがいます。渡辺さん、はい、午前10時に会場入りした富山第一、選手たちはしゃがんで、平岡だ、平岡エリアの中クロスが入ってくる、松本へヘディングのシュート、宇佐美が止めた。スタジオ作業右サイドから、芝の感触を確かめていました、はい、選手は口々に今日の東京はあったかいですねと話していまして、ね、後半への19番大塚へのボール、キーパー飛び出した太田。さあそれでは対する作陽高校の応援席も呼んでみたいと思います。山形放送の陣内智弘アナウンサーです。陣内さん、はい、さあチャンス抜け出す、8番の抜き場のシュート決まった。先制は富山第一、前半の15分、県大会得点を8番の抜き場、落ち着いてあのよく決めたと思いますね。2番橋本の前線へのパス、そうですね、ここ8番抜き場が落ち着いてよく決めました、はい、ラインを引いてましたから、その裏ですね。32分になろうというところです。7番の平岡、作陽高校、これ縦行ったら面白いですね、その縦に行く中には20番の横川がいる、ファーサイド10番松本折り返して4番山下クリア、非常に精度の高いキックがある、その川空からのボール、5番の米原が前にいる、10番キャプテン和田のクリア、富山第一、作陽もう一度前線へ、高いボール高さがある米原、平岡が突っ込んでくる、平岡のシュート、キーパーのため弾いた。平岡がですねスペースに行くと話していたんですが、まさにその通りのいいセーブを見せています。非常に落ち着いていいポジションからですね、まあ体張っていたんでシュートコースが右から左に変えています。この前半の終了間際、ここで前半終了のホイッスルです。前半15分、富山第一、強い風の中後半のキックオフです。エンドが変わります。10番の和田が蹴ります。9番の島田が中に入ってくる。7番の和田直接シュート、富山第一部がないですから、はい、そういう意味ではゾーンで作陽が守ってますから、そこに入れてのシュート。3番山本が左のサイド、13番佐々木へ、佐々木中に10番松本がいる。さあこれはドリブルでいくぞ、シュートを打った、クロス、13番の佐々木、あのいいプレーだったと思いますね、流れを変えるだけのクスが、それがあまりにも強くなると自分の良さですね、個性が消えてしまうってことがあるんでね、さあ松本のシュート、これはオフサイドフラッグが上がっています。美濃は寮で同じ部屋で寝食を常に共にして過ごしてきた3年間だったといいます。さあ19番大塚、富山第一だ、シュート、クロスバーの上、後半2本目のシュートと思いますけどね、はい、さあそしてスローインから抜け出した平岡だ、平岡クロスが入ってということでした。富山第一は去年おととしの県大会の決勝で敗れています。ドリブルでいく、荒井から抜け出した、9番の島田、ね、島田シュートを打った、キーパー太田よく防いだ、ファインセーブ、大きな拍手が送られました。太田も素晴らしいです、このパス、このコントロール素晴らしかったですね。おー、シュート打つね、完璧なこと止めましたけど、ニアだ、クリアをする作陽、胸で落として6番荒井のシュート、ゴールの右ピンチ切り抜けた瞬間は今日一体を入れる15番の三浦亮太、そして4番の川面がクリア、胸で落として20番横川から7番の平岡のスピードを歪してくる、平岡ボールを浮かせた、これはどうだ、クリアをする富山第一、いやー今よく戻りましたね、富山第一のディフェンスね。さあまだある作陽、9番三浦、三浦ドリブルでシュート、クロスバーの上、悔しそうな試合、7得点、スーパーサブの前からどうするかを基準に行動していると。さあ福田さん、この残り10分ですが、作陽高校どういった攻めを見せていきますか。あっとチャンスですね、平岡、平岡、平岡、エリアの中、足を入れた、かき出します。さあチャンスになる12番の青木だ、4番の3番の山本、あちょっともったいないですね、まあ今このあ3番の2枚目です、山本累積の2枚思うんですが、ボールを蹴ってしまったんでね、
この後ですね、ここでボールを蹴ったことに対してのカードですね。ちょっと1枚もらってるだけにですね、182cm25番三浦、大所帯を支えてきたキャプテンがこの位置、サポート後ろ入りたいですね、7番の平岡切り込んでシュートを打った、決まった、追いついた作陽高校、後半のアディショナルタイムたんですけど、この反転の仕方うまかったですね、ボールを流しながら作ってのシュートですね、この反転ですね、ファーストコントロールシュート、もう素晴らしいですね、いやもうパーフェクトですね、コントロールからシュートまで、手元の時計でアディショナルタイム4分が経過、ここでホイッスルです、1対1、富山第一と作陽高校の2回戦、先制した富山第一に対して後半のアディショナルタイム、先攻は富山第一、蹴るのは10番キャプテン和田です。風が強くて少しボールが動きました、名前が記されています、わー外した、頭を抱えるキャプテン10番和田、蹴るのは4番の川面です、決めました、ゴールの右隅、8番の抜き場です、そうですね、うわー、これもゴールマウスを捉えることができません、キャプテンマークつけます、5番米原、決めました、キーパーの逆、献身的なポストプレーを見せてきた島田です、ああ決まりました、これは決まりました、作陽高校9番の美濃です、決まった、作陽高校5番の竹谷の左足、太田が止めれば作陽初戦突破、決めた、プレッシャーの中よく決めた竹谷、この青木が決めれば作陽高校初戦突破が決まります、集中する宇佐美、